サッカー日本代表、北朝鮮戦中止、日本の3-0不戦勝。FIFA は2024年3月23日、中止になった3月26日の北朝鮮で開催予定の日本対北朝鮮について、試合の開催及び日程変更はない、と発表した。ホームの北朝鮮が開催を放棄したため、規定により3-0で日本が不戦勝となる可能性があるという。その場合、日本代表は戦わずしてワールドカップ最終予選への進出が決まる見込みとなる。つまり没収試合確定なのか。それならまずは一安心だな。戦わず最終予選進出は聞こえは良くないかもだけど、日本選手がリスクにさらされないのは良かったと思う。そもそもミサイルを撃ってくる国と対戦してほしくない。没収試合のペナルティは厳しくしてもらいたい。不戦勝が正式に決まったら、各選手の所属元クラブは嬉しいだろうね。そもそも北朝鮮を国際大会に参加させるべきなのか。